はい、こんにちは。<laughs> 今日は、岡地町の基地からお届けしてます。久しぶりに東京です。まあ、あの、昨日ね、夜、こっち来たんですよ。で、電車も空いてるなっていう形でね。まあ、本当にいいなというのが。で、誰も東京まで隣に来ないしって。まあ、あの、新橋でちょっと人いっぱい乗ってきましたけど、それ以外あんまりないなっていうのが。 あの今日ね、何があったらね、友達と収録があるんですよ。で、今これマイクロフォンね。で、ちょっとこうお見せしますけど、あ、ちょっと前にね、ここマイクロフォン4つあるんですよ。で、ロードの、えロードキャスタープローティーの前も説明してると思うんですけれど、あ、ここでは説明してませんけれど、えー、と私のいろんなところで説明してるんですけれど、このマイクロフォンが、えー、4つあるんですね。で、これね、ライブ配信できるためのミーボ君ってやつね。 えっと、微妙が出してるやつ、ライブストリーム者ら出してるやつですね。で、まあ、ここをちょっとお見せしますけど、こんな感じでございます。ね。これ、ロード、ロードキャスタープロという問題ございます。 ここからね、ちょっと友達と一緒にライブ配信していこうという形もあるし、他に、えー、ツイッターの、え、今産業なんかツイートっていうの友達がやってて、ここ収録したいってことで、じゃあいいよーっていう形で、仕事仲間なんでね、今、就活を一緒にや、やろうという友達、で、就活のシナリオを書いてくださってる、で、私が監修して、で、えー、もう一人の友達が、スーパーレディーが、えー 映像でビデオで出るつもりなんですよ。YouTube でやっていこうという形で。で、今日の友達は後から来るんですけど、えー、ライターの伊藤かよ子さんなんですよ。まあ、後でまた別の日に紹介しますね。で、その方が、一緒、あ、その方ってね、一緒にね、今、巻かよのピーパー横丁という、えー、か FM の、え、で、一緒にやってるんですよ。で、その一人のかよ子さん。 で、マッキーさんていうのがもう一人いて、彼女もまた二人ともで一緒,一緒にやろうとしているところで、で、そんな中で、その、かよこさんの方で、が、シナリオライターおよび脚本家なんですよ。あの、フリーのライターでもあるし、脚本家でもあるし、いろんなことをなさっている、あの、ライターさんなんでね、また、次回の別のビデオで紹介したいと思います。まあ今日はね、このロードキャスタープロというのを使って、えっ、ー、と、 ミキシングしていこうという形でございます。まあそんなことの私の一つの授業でございます。またよろしくお願いいたします。